別にね、移動中歩いてた時だったから触ってなかったんだけど、いつも音楽聴きながらあの歩いてるんだけど、で電源つけっぱなしで、多分 LINE を開いてたのかな、 LINE を起動してて、そのままポケットに手突っ込んで携帯入れてたんですよ。でそれで駅着いたくらいに携帯見たら、なんかお水着の画面開いてて、でなんか「この通話すでに終了された通話です」ってなってて。え、何これって思って そしたらオミから LINE で、なんか電話何も聞こえんかったって言われて、いや本当に知らなくて、そんなことある？でもマジでお見つけてよかった あんまり会話しない人とかさ、先輩とかだったらさ、めっちゃ迷惑だったからさ、まあオミも起こしちゃってめっちゃ迷惑だったんだろうけど でも優しいオミでよかった あるある、本当？ある？初めてこんなの。なんか間違えてその人のトップ画とか見るときにポンって電話のとこ押しちゃうことあるんだけど、そんな誤作動、なんていうの、誤操作初めて過ぎた。こんなことあるんだね でさ、明日さ、そう、成人式なのだからね、ちょっと心境でも語ろうと思ったけどさ、明日めっちゃ早いんだよね、2時起き、2時起きなんですよ。だからちょっととりあえずちょっとお話しして、すぐ配信切って すぐお風呂に入ってすぐに寝るってしないと起きれる気がしないので。え、待って、2時ってやばくない？仮に今日10時に寝たとするじゃん。あ、でもそれでも4時間寝れるのか、意外と。最近結構さ、睡眠時間が少なくて3時間とか4時間だったりでさ、私さ今日めっちゃ目が痛くって、なんか一昨日稽古、昨日か、あれ？おととい？待って、わかんない。おとといか。おとといになるのか。おととい稽古終わって9時10時くらいに、あ、すごい、ミラーボールありがとうございます。立ってみんだっけこれ。久々すぎて見方忘れた。あ、きかでさ、ありがとうございます。そうで、おとといさ稽古終わって11時ぐらいかな、家着いたの。結構遅くなっちゃって、で疲れたと思ってお風呂に入ろうと思ったんだけど、お風呂入れてなくって、お風呂入れてから5分ぐらいかかるから一回ゴロンってしようと思って、ゴロンってしたらそのまま寝落ちしちゃってて、今日の朝、昨日の夜か、じゃあ昨日の夜ですね、間違えた。でハッて起きたらもう今日6時7時ぐらいで、あ、今日家出る時間早いからと思って、もう急いで朝メイク落としてまたメイクしてってなって、もうだからね、カラコンもしたまま寝ちゃったから、カラコン2日ぐらいずっとつけっぱなしでずっと目が痛くて今日。で目薬なくしちゃってさ、とりあえずカラコン外そうと思って、今外そうかなと思ったけどさ、配信の画面見えなくなっちゃうって思って だから一生カラコンつけてるの、やばい本当に。今日はだからちょっとお話しして、いつも通り早口でお話をして15分で終わって、お風呂に急いで入ってメイク落としてパックして寝るっていう。明日振り袖着るからさ、ちょっと肌のコンディションちゃんとしたいから。目充血してる？そう。してるか、なんかメイクやばすぎて、なんか前髪もぐっちゃぐちゃ。今日帽子かぶってたの一日。だから今もかぶろっかなって思ったんだけどさ、なんか部屋の中で帽子って変かな。だからやめたんだけどね。え、なんか変だ。なんか外にいる時って別に変だと思わないけどさ、こうやって配信で自分の画面見ながら配信してるとなんか変に思っちゃう。嘘、赤いかな。でもなすごいなんかゴロゴロしてて嫌な感じするから、早くカラコン取りたいってか、なんか今日めっちゃ漏れてない めっちゃ漏れてないからちょっと口元押さえよう。今日は囲碁の大会行ってきた。え、すごい、囲碁ってすごい難しそう。一瞬やったことある。なんか並べるんだっけ そう、配信終わったらすぐ外す。お風呂に入りたい。17のホワイトデー配信でゆかりのことして可愛いなって思いました。嬉しい。すごい。千織さん推しかな。嬉しい。ありがとうございます。17ライブ楽しかったです。あ、五目並べか、それは。なんか、ごちゃごちゃ、なんか将棋とかさ、五目並べとかそういう系全然わかんなくて。五目並べ一回だけやったことある。
でも難しすぎて一瞬で負けた。マジブリのグッズ販売予約しては楽しみ、嬉しい、ありがとう。マジブリのさ、グッズの写真撮った時と衣装、本番で着る衣装がさ違くて、だから雰囲気ちょっと変わるんですけど楽しみにしてください。初の司会だったの？そう、初の司会でした。一段ライブの時、明日も一段ライブで配信あるんですよ、成人式の。絶対見てください晴れ着姿やっと披露できます。2ヶ月遅れかな、2ヶ月遅れの。ちょっと明日もちょっと可愛いので、今日ちょっと可愛くないんだけど、そう、衣装変わったの、可愛くなったなんかマジムリはね、私とマリアさんがなんかペアみたいな感じで、鬼のなんかあれなんですけどね、結構めっちゃ一緒に行動してて、最近私が女の鬼みたいな感じで、マリアさん男の鬼みたいな感じなんですよね。そうだからね、なんだろう、対になってて、結構今日も一緒に稽古終わって、一緒にずっとこうインタビューしたり行動したりとかずっとしてて、初めてこんなにマリアさんと仕事をかぶってて、すごいいろんなお話できて嬉しいマリアさんのさ歌声がすごい好きで、なんだろう、可愛くて上手で、そうニコイチなんです今マリアさんとニコイチってめっちゃ新鮮じゃない？初めてだよね。似てはないけどみたいな今日誕生日です、29歳になりました、おめでとうございます。ちょっと今手持ち配信で拍手できないんですけど、すごい、29歳、ラスト 20代ですね。楽しんでください。ウインクちょうだい。ちょっと今日ほんと可愛くない？あ、ちょっと明日ウインクしますねする機会あるか分かんないけど、でも明日ショールームできるかな、ワンチャンできるかもしれない明日めっちゃ入り時間早くてさ、そう、夜中なんだけど、夜中に入りして、そっから生写真撮ったりするんだけど、なんかそのメンバーが20人ぐらいいるのかな、多分成人メンバーが、の中でも一番私が早い時間なんですよ。だからみんなが多分生写真撮ってる間暇になるので、まあ、TikTok 撮ったり、あとおみずきがいるから、久しぶりにおみずきに会えるから、おみとお話ししたり、ワンチャン、あ、無理だ、そうじゃん、無理だだってさ、ショールームって5時からだもんね。そっか、無理だ、だって5時、あ、待って、わかんない、だって 3時とかに撮影開始して、え、どうなんだろう、めっちゃ早朝になるね、するとしたらどうだろう。でも時間的にできないかも、全然さ深夜、忘れてた、そっか深夜だ、あ、そっか、晴れ着姿を披露しちゃいけなかった、配信前に、あ、そうだ、全然ダメだった、そっか。でもさ、配信後にさ多分ショールームはできない気がするんだよね、もう着替えて解散みたいなだと思うから、どうなんだろうね、したかった、せっかく振り袖着るんだったら、できたらします。そう、解禁、私さ色言ったっけ、振り袖の、言ってないっけ、お楽しみにって感じだっけ。めっちゃ可愛いんですよね、振り袖が、自分で色選んだんだけどねそっか、じゃあネタバレ NG だったら内緒にしますそうね、披露したかった。でも TikTok は撮る予定なの、あれやりたい、振り袖でしょ、二十歳ってやりたいから、また明日明後日ぐらいに公開します、撮って。TikTok のさ動画もうなくなってきて、ため撮りしてたんだけど、ため撮りって言っても3本ぐらいしかためてなかったから、なくて、で昨日もなくて、何あげようと思って、でも毎日投稿したいなと思って、3月はだから、なんか動画自分のフォルダ探して、なんかいいのないかなって思ったら、思い出マイフレンドのさリップシンクのシーンがあって、あ、これいいじゃんと思って、そう昨日載せたんだよね、それを。で今日は、あ、もうないと思って、ちょっと早起きして一曲覚えて TikTok 撮ったのめっちゃ TikTok さガチってるからさ、ちょっとチラ見してほしいですそう、めっちゃね、やろうって決めたから頑張ってる、楽しいってのもあるけど、単純に
何気に TikTok が一番フォロワー多いんですよね。やっぱ時代のあれなんですかね。ガン見する？嬉しい。やったね。いえいえ、頑張った甲斐がある。でも一曲って言っても、あのサビの部分簡単ですよ、すごい。そう、さっき投稿したんですよ、20時ぐらいに。ちょっと見てみてください。いいね押してください。頑張ってんなって。今日の服装はね、普通に私服なんですけど、この色めっちゃ可愛くて、最近ずっとさなんか服買う時間なくて、稽古がさお昼なんですよ。だから終わってからとお店やってないから、ちょうどなんか服買いに行けなくて、時間的にも。だからずっと同じような私服ばっか着てる。次休みがあったらお買い物とかいろいろネイルとか行きたい。ネイルもさ今さ透明なんですよね。だから明日成人式だけどネイルできないからさ、ピエン。でもあんま爪映んないか。でもマニキュア塗ろうかなと思ったけどさ、大変だよね、今から塗ったら寝れなくなっちゃうもんね。乾かしたりすると1時間ぐらいかかるからさ。そう、ミントグリーンみたいな色。本当はねもうちょっとちゃんとしたかった。てかマジで早く寝ないとやばいね。爪はすっぴん、あ、爪ね、透明のジェル塗ってます。私ちょっと自分で切っちゃっててさ、こっちは普通にいいんだけど、こっちは綺麗、こんな感じ。あ、違う、あ、そっか。鈴木さんに負けじと布教動画頑張って作ってみる。嬉しい、かわいい、ありがとう。嬉しい、楽しみにしてる。やったね。コンタクト外して早くね、本当にね、コンタクト外さなきゃ。今日めっちゃラメラメにしてみた。ちょっと邪気強めにしてみた。鬼だから一応。邪気のキャラはね難しいよね。キレてる感じではないんだけど、なんだろう、女性らしいように綺麗めみたいな感じなんだと思う。私もねちょっと難しくってさ、そういう鬼とか初めて演じるから、ちゃんとさ自分の演技でさキャラが伝わるかもすごい不安なんだけど、一応そういう女性みたいな綺麗系の鬼って感じなコンセプト。アップでドキドキした、本当？そう、キャラ悩む、難しいよね出すの。みんなすごいさお芝居うまくて、全然自分はうまくないからさ、めっちゃ悩んでる。眠いね、皆さんも眠いんですよね。あ、でも今日土曜日か、みんな休みだったのかな。でも結構土曜日休みじゃない子の方が多いよね。ということで、あ、もうそろそろ15分かな。ランキング読んで終わりたいと思います。ランキングどれだ、これだ。13位からいきますね。13位、レイレイさん、ありがとうございます。12位、ひろきさん、ありがとうございます。そして11位は高弘恵子さん、ありがとうございます。そして10位はりんちゃん、ありがとうございます。そして第9位はさくらさん、ありがとうございます。そして第9位は、あ、第8位はノーネームさん、ありがとうございます。第7位はマシューさん、ありがとうございます。第6位はテシウスさん、ありがとうございます。第5位はたかひろちゃんアットユーカリンの振り袖楽しみ、嬉しい、ありがとうございます。第4位はかつきさんアットユーカリン、ありがとうございます。そして第3位はちわわんさんアットユーカリン、ありがとうございます。第2位が鈴鹿さんアットユーカリン、振り袖のオフショット待ってるね、嬉しい、で送りますね、ありがとうございます。そして第1位はきかねさんアットユーカリン、ありがとうございます。やったね、ありがとう、本当にラブ。ちょうど15分だ、すごい。ということで明日17ライブぜひ見てください。あと TikTok とかもねぜひチェックしてください。ということで、あのドボンのイベントとかもみんな頑張ってくれて本当にありがとうございます。私遊んでますからね、私ちゃんと私やってるからね。ちょっと変なあの噂あげないでください。たまにあのやるねって言ってやってない時もあったりするけど、やってるからね。
私の順位越してから言ってくださいってことで、おやすみなさーい。